ラッセルスクウェアラッセルスクウェアは、イギリスのロンドン市中心部、カムデンク・ブルームズベリーにあるロンドンで2番目に、大きなスクウェア。広場周辺の地区もラッセルスクウェアと呼ばれることもある。周囲には、ロンドン大学関連の施設が多く、夏には、学生で賑わう。ロンドン地下鉄の最寄り駅は、ラッセルスクウェア駅。1800年に法律によって建設が決まり、 1801年から1805年までの建設期間を経て、ラッセルスクウェアは完成した。ラッセルスクウェアという名称は土地を提供した、ベッドフォード公爵化の姓に由来する。ラッセルスクウェアは1800年以前は、近隣のサウサンプトンロにちなんで、サウサンプトンフィールドやロングフィールズと呼ばれていた。ラッセルスクウェアは第二次世界大戦時に大きく破壊されたが、 戦後再開発された。2005年7月7日に発生したロンドン、同時爆破事件は、広場近くで起こったため、慰霊碑が広場内に設置された。2016年8月3日、深夜、ナイフを持った男が人を刺し、一人が死亡、五人が怪我を負った。ハリス、セロエム・ワッツ・イン、ANM、ミドルセックス、UK。 キャピタルトランスポートパブリッシング、ISBN1 から854142410、ナイフ襲撃で6人首相、テロカ、ロンドン中心部大英博物館近く2016年8月3日、閲覧。ありがとうございます。